こんにちは、昨日の雨風本当にすごかったです。大雨洪水警報も出されました。500リットルの雨水タンク、それから一輪車も溢れましたね。西洋シャクナゲはかろうじてセーフですね。それから黒船ツツジ、これは咲いていたものはもう傷んでしまいました。つぼみは大丈夫そうです。ドワーフアイリス、いつの間にか咲いていました。微妙な色合いですね。エゴノキです。空は今日も真っ暗ですね。水仙、サー・ウィンストン・チャーチル倒されてしまいました。こちらも八重咲き、八重咲きの水仙はやっぱり雨風に弱いですね。そんな中、29番目に咲いた水仙、プリンセス・ザイーデです。2輪しか咲きません。ナイトキャップ、これも2輪しか咲かなかったんですが、なんとも泥をかぶったのと、それから折れてしまったので今年はもう終わりですね。ピンクチャームも無事だったんですが、もう泥で真っ黒です。一輪一輪じょうろで洗ってあげる方もいらっしゃいますが、私はやりません。山吹、吹雪、錦、これはもう全然平気でしたね。明日以降もっとたくさん咲くと思います。前から言っていましたが、これを掘り上げようと思います。なかなかね掘れなかったんですが、木の根っこが邪魔していたみたいですね。隣の水仙、これはピピットも掘り上げています。なかなか掘り上がらないんですけども、頑張っておばさん掘っています。はい、上がりました。あとはもう力技ですね。こんな感じになりました。すごい育っていましたね、ピピットは。これを分けていきます。分けるときは手で分けるんですが、ペチコート水仙、それからモコモコのムスカリ、そしてピピット、こんな風になっています。球根の違いがお分かりいただけるでしょうか。ペチコート水仙は、もともと小さいので球根も小さいですね。こんな感じです。モコモコのムスカリ、ムスカリの球根はまん丸ですね。こんなに増えてるとは思いませんでした。ヒューケラの多分ボジョレーだと思うんですが、これを試しに一株掘ってみようと思います。隣に大事なグンネラマニカタが植えてあるので、小さいシャベルも使っています。木の根っことかね、たくさん絡まっていてなかなか、掘り上がらなかったんですが、こんな風になりました。分けるのは割と簡単で手で分けられます。これはゴミですね。ヒューケラにもいろいろありまして、この黄色っぽいの、これ全然大きくならず増えることもありません。すっごい綺麗なヒューケラは枯れてしまったものもいくつもあります。こちら2時間ぐらい経ったんですが、左はもともと植えてあった、ブラックベリージャムですね。こちらは先ほどの植え替えたものです。これもそうですね、右側がそうですね。今日は、こんな風な天気なので、植え替え株分けには絶好かと思います。このキャラメルなんかも掘ってやると本当はいいんですけどもね、どうしようかなという感じですね。もう庭のあちこちに至るところに、ヒューケラ、クリスマスローズ植えてあるので、あまり増やしたくない感じもします。除草剤がねだいぶ効いてきたところを移しています。これあと何日かすると、ほうきで掃いたり熊手を使うとツルツルになります。ジャーマンアイリスのピュアーズゴールド、一輪だけ咲いていました。もう風でやられてボロボロですね。アジサイのコーナーなんですが、アジサイの
北側にヒューケラ、南側にスイセンを中心に植えています。これは南側から見ていただいています。スイセンが南側に向かって咲いているのが見えるかと思います。こんな感じですね。山アジサイは小さいので隠れてしまいそうです。皆さんの地域、雨の被害なかったですか？今日もこんな感じでどんよりですが元気に過ごしましょう。それではさようなら。